あら、言葉には気をつけなさい。もっと痛い目を見ることになるから。ふん、マイさん、ユリちゃん、キングさん、ユリちゃん、どうしてロンドンにいるの？ああ、女だって戦えるんだから。はあ、わかるわ、男って自分勝手よね。それじゃ一緒に出てみる？はあ、うわ、さすがマイさん、ここで会えたのは運命ね。キングさん、弟のジャン君の手術代が足りないんだったら私もあげる。そんなの悪いけど、でも決まりだな。決まりね、私たち世界最強の女子格闘家チーム。女子格闘家チーム。なんかいまいちね。もっと聞くだけで相手がビビるようなネーミングがいいんじゃない？女王チームはどうだ？いいわね、女王チームで行きましょう。男どもに思い知らせるの、この世を支配するのは女だって。ワン、ツー、スリー、ジョーチームファイト！アンディ、見てなさい。ダメダメ、弱気は禁物よ。女の子はもっと自信を持ってカメラの前に立てなきゃ。最高の武器を見せつけてやるの。ほら、行くわよ。もう大人、さしずしないで。だ。ピー。何？ん？こっち見て、こっち。ね。いいじゃない、あなたも出るんだから。なら約束して、これからはどこへ行くにも必ず私を連れて行くって。うまいし。うざい。ひどいわ、あなたにとって私は手荷物一家ってことね。言ってないし。でもそう思ってるんでしょ。なあ、話を聞けよ。言い訳はもういい。わかったよ。な、部外者は黙っててくれ。おいおい、そこの兄ちゃん。やる。マイ、いい加減にしろ。ほっといてったら。イケメンさん、お名前は？そうだ、何者だ、ほうき頭。そうそう、どっから湧いてきた、ほうき頭だと。このクセ野郎、てめえにほうき頭呼ばわりされたくねえ。なんだよ、てめえらやんのか、こら。俺に殴られた。知らぬイマイ選手は打ち、彼女を攻略できる男はいるのか。これでもお兄ちゃんに偉そうなことは言われないわ。おーやー。おいおいおい、何を喜んでるんだ。お前はうちの子だろ。こら、離せ、あいつにお仕置きするんだ。で、他の試合はどうなったの。ねえ、じゃあ勝ったお祝いに美味しいもの食べに行こう。さっき良さげな和食屋さんを見つけたの。今サービスタイム中だし。私はアンディの試合を見なきゃ。戦況はどう？あなたは一体毎日何のために修行してきたのよ。
お互いに勝ち進んで決勝戦で会うつもりだったのに、こんなに早くボロ負けしちゃって情けない。テリーに頼り切るなんて、弱気にも程があるって。まったく、おい、俺はジョー、アンディはそっちだろ。怒る相手をマジ、テリーファイト。え、あなたたちチームメイトでしょ。テリーを応援しなさい。テリーファイト、テリーファイト、テリー、もっと大きな声で。テリーファイト、テリーファイト、テリー、テリーファイト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 、手掛けないでテリーファイト、兄さん兄さん最高、テリーファイト、そしてテリー、やったやったぞ。わ、今ボキって言ったよね。ダイモン五郎はただの柔道チャンピオンじゃないからね。マイ、俺どう思う？足が折れたのにあんな飛び上がるなんて、どう考えても普通じゃないわ。なんかすごい薬飲んだのかな。準決勝進出の4チームが決定しました。準決勝の会場はクルーズ船です。あのバカ、どこに行っちゃったのよ。もう見つけたらただじゃおかないわ。マイ、ハイドルンは船に来てすぐ別れた。おそらくブリッジに行ったはずだ。ベニマル、ダイモン、お前たちはみんなを守れ。俺は上に行く。怪我を見ろよ。ああ、仕方ねえや。怪我人の面倒を見るとするか。今日目覚めるとは。どうやら国章はお前たち。私たちは